イーロン・マスクが日本あるって言ってました。どう思いますか？日本を変えてください。日本が終わるかどうかは分かんないですし、日本が崩壊するってことはないと思うんですけど、日本経済はどん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 悪くなっているのは事実だと思います。さっき言った悪い円安もそうだし、やっぱりこう日本の、ね、経済政策って外国に比べて遅いですよね。だってもうコロナもまだやってんのって話ですよ。今、外国でね、海外でマスクしてる人なんて誰もいないですよ。僕、海外旅行してマスクしろって言われたのは飛行機内だけです。飛行機ではマスクしてくださいって言ってマスク配られるんですよ。で、わかりましたってマスクすると乗れるんですけど、街中とかレストランとかでマスクしてる人を見たことがないんですね。で、明日、明後日日本に帰るんですけど、そしたらまたマスクしてる人を見ることになるのかなって感じです。はい。だから日本はかなり遅れていますね。日本は遅れすぎなんですよ。日本の国民性の問題だと思うんですけど、やっぱ保守的で、結局ね、政治家の人とかがなんかすごい間違った判断をして、すごい叩かれたりすると、自分が責任を取らないといけないから、何か変化すること、新たなチャレンジすることをすごい拒否るんですよね。すごい消極的なんですよ。政治家の立場になって考えてください。じゃあもうマスクしなくていい、コロナ撤廃だっていうね、英断をするとするじゃないですか。で、もしそこからまた新しい新種のね、オミクロンに変わるようなコロナが出てきて、コロナやばいやばいってなったら、その人叩かれますよね。で、その人の首がどうなるか分かんないじゃないですか。だったら政治家としては、何にも余計なことしないで、安牌な政策だけして、誰かに任して、自分はあんまり目立たないようにして、任期を終えて、ちゃんと給料をもらおうっていうのが、やっぱり真理だと思うんですよね。日本のね、政治の良くないところは、僕、政治をその語るつもりはないんですけど、やっぱり日本の政治家って、政治家っていう職業を失ったら終わりじゃないですか。失うものが大きすぎるんですよ。だからチャレンジングにいろんな政策をできないんですよ。だから外国に比べても遅いって言われる。外国なんかだとね、富裕層の人、例えば経営者の人とかで、もうセミリタイアした人とかが政治家になって、国を先導してうまくいってるケースとかって結構あるんですよね。アメリカのトランプさんが一番わかりやすい例だったと思います。はい。日本もですね、政治家をですね、起業家とか、もうそもそも社会的に成功していて、もう一生ね、暮らせるぐらいのお金があるよって人に託して、それでもやりたい、日本のために働きたい、日本の政治を良くしたいって人に任せるのが僕はいいんじゃないかなと思います。そうしないとこの国は変わらないと思います。はい。で、ちなみに僕はやる気ないです。はい、お願いします。